はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ今度はね、自民党のこの小野田議員のお話ですかね。まあ小野田議員といえば、ね、例えば、まあ僕もね、ちょいちょいあの動画でね、このニュース、あった場合は取り上げさせていただくことが多いんですけども、まあ僕とかご覧になっているあなたにとっても、まあ応援したくなる、議員さんの一人、ね、結構数少ない一人かもしれないですよね。まあ立派な考え、行動の持ち主じゃないかなと思うんですけども、でどれぐらい前かあったかな、なんか選挙においてね、この要はこの公明党からのこの推薦を拒否するっていう話あったじゃないですか。動画でね、あのお伝えさせていただいたと思うんですけども、それ自体はね、全然すごい立派なことだと思うんですよ。でというわけは、なぜかこのことがね、まあ自民党で、まあ、評価されて表彰されるっていうなんか不思議な出来事が起きるんですよね。だったらもう連立解消しろよって話じゃないですかね。自民党の議員である小野田さんが公明の推薦を断った、そのことが自民党で評価されて表彰されるっていう、そういうお話なんですよ。何それ、そんな表彰自体が、なんか党勢拡大特別表彰っていう、ちょっと画像見にくいかもしれないですけどもね。しかもね、それを渡してるのがね、まあ幹事長だからそうなのかもしれないですけども。ねえ、これ、って感じでしょ？なんかこう、シェーシェー流のなんか変な、なんか法則でも発動しないか心配になっちゃいますけどもね。いや、そんな表彰するぐらいだったら、なんで連立いつまでも続けてるんですかね。解消しましょうよ。って思ったんですけども。まあちょっとね、内容を見ていきましょうかね。まあ小野田さんがツイートでね、まあ報告と、まあお礼のような、なんかそういうツイートをされてるんですよね。党勢拡大特別表彰をいただきましたよと、皆様から温かいご支援いただき、小野田名義の党員数は自民党議員中23位だそうですと。ちなみに1位は、青山議員だそうで、たくさんの党員に支えられていることは党内での発言力にも、つながるとのことで、皆様の思いを、しかとお預かりし、党内でも意見してまいります。党員の皆様ありがとうございましたと。なるほど、そういうことか。まあだからね、自民党内でこれなんかあれですよね、公明党の推薦を求めなかったから表彰されたわけではないんだ。でも間接的には大きく関係あると思うんですよね。小野田さんのことを特に応援する、党員の人たち、ね、有権者だったり党員の人たちは、やっぱり小野田さんの発言なり行動なりを見て、ね、この共感して、よし、じゃあこの人にっていう動きなわけでしょ。で、その結果が、まあ自民党議員中23位の党員数だったわけですよね。その中の一つにね、だからまあ、じゃあ、小野田さん応援したいなっていうきっかけの一つに、ね、公明のこのね、推薦をこの拒否したっていうのも当然あったと思いますんでね。まあ、無関係ではないと思いますけども。なるほど。でも、茂木さんはね、なんでこう、まあ、幹事長だからしょうがないのか。ね、なんか変なこのマイナスオーラとかもらっちゃったりしなければいいなって、そっちは心配になっちゃいますよね。まあ、だからこの自民党内に、なんて言ったらいいのかな、清涼効果とでも言いましょうかね。もっともっとこういう小野田議員のような方がね、増えてくれるといいんですけどもね。だって別にね、ここ1、2年最近始まったことじゃないですけども、もうずっとこの例えば自民党のこの政策のこの理不尽さっていうんですかね、特にこの岸田内閣。あとこの事なかれ主義っていうのかな。ね、もう、だって日本人向け、日本国民、ね、日本のこの有権者に向けた何かに関しては、もう検討中、検討中で基本何もやらないじゃないですか。ね、でもそれ以外の、ね、例えばこのね、あなたもご存知の通り、この外国人の何かとか誰かとかに関してはものすごい決断早いですよね。ね、だってもう宝だとか言っちゃうんだからさ、総理が。理解しがたいことばっかりですよね、岸田内閣では。だからこそ、まあ、こういう小野田議員にね、まあ、思いを預けたいと。ね、だからまあ、
小野田さん名義のこの党員の方がどん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 増えるっていうのもなんか納得のいく話ですよね。だからまあこういう小野田議員のような方がどんどん発言力をこう増していく、まあ、いいことだと思うんでぜひ頑張っていただきたいですけども、おそらくこの小野田議員にまあ賛同してまあ期待しているまあ有権者の方や党員の方なんかは23位って言われるとなんかちょっとピンとこないですけど、これ人数出さないのはなんでなんですかね。なんかそういう約束でもあるのかな。なんか具体的なこのイメージしやすい数字を出してもらうとよりね、あそうなんだ、ね、じゃあ例えば1位の青山さんはどうなのかね、何人ぐらいいらっしゃる、ね、そうなんだ、じゃあもっと一生懸命小野田さん応援しなきゃみたいな、そういう流れになってもらったら困るのかな、自民党としてはね。こび中こびね、こびこび勢からしたらね、おそらく自民党の中でもこの小野田議員はね、なんかこう睨まれてるね、煙たがられてる、なんかそう冷遇されてる、なんとなく想像つくじゃないですかね。なんかそういう、もう露骨に嫌がらせとかさね、なんかこうわかんない、なんか会合とか委員会とかなんかそういう勉強会とかなんかそういうのにもこのね、参加の意思を表明していたのに呼ばれなかったとかさ、なんかそういう本来だったらこの自民党の内部でね、自民党の議員で、シェアされているはずの情報もシェアされてなかったとかね、露骨にこの嫌がらせでハブられたりとか、なんかそういう嫌がらせとか平気でやりそうじゃないですかね、このこび中勢なんか、特に、ね、この茂木幹事長なんかまさにそういうことやりそうですよね。ね、だって堂々と、ね、なんちゃらハラスメントかなんかでこの話題になってたりもしましたよね、この人だってパワハラだっけ、なんだろうな、だからそういうね、この党勢拡大特別表彰っていうのをね、この手渡されている、ね、この幹事長、ね、この幹事長にまず嫌悪感しかないよな、だからもう変な話ね、だから小野田さんには本当頑張ってもらいたいんですけども、この岸田総理、林外務大臣、ね、茂木幹事長、この人たちこそが、ね、打倒しなければならない敵、ね、そんな風に捉え、ね、いや、そういう風に捉えてる人結構いると思うんですけどもね、ね、だってもう残念ながらこの今言った3人がいるために、ね、もう自民党党として応援できないっていう人はかなりいると思うんですけどもね、だからもっともっと自民党内部で ね小野田議員のような方の、ね、この構造とか発言が、ね、でかく大きく、ね、実際この政策とかにも反映される、ようになってくれば、またね自民党に対する、有権者の、ね、人たちの評価なんかも変わると思いますけど、少なくとも今のねこの岸田政権、岸田総理や、ね、林大臣や茂木幹事長なんかはの言うことやることには全く共感できないし、応援する気には全くこれっぽっちもなれないですよね。まあぜひ小野田議員はね、そういう嫌がらせとかなんかこの不当なバッシングとかね、足引っ張られたりとか、そういう苦労もね、本来の政治家としてのこの苦労とは全然違う、まあでもそれも込みなのかな、まあ、なんかそういうのにね負けずぜひ頑張っていただきたいですかね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。